はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本日もスマハーフリーブルーアーカイブの実況を始めていきたいと思います。今回は過去の水着キャラである水着ひなと水着いおりが復刻されましたので、過去の性能評価および引くべきかどうかについて話していきたいと思います。ハフが控えているこの時期の復刻ということで、時期的にも性能的にも果たして引くべきかどうか参考にしてもらえたら幸いです。それでは始めていきましょう。ということで、まずは水着ひなの性能について紹介していきます。役割はストライカー、クラスはアタッカー、ポジションはバック、攻撃タイプは爆発、防御タイプは重装甲です。 EX スキルは特殊な範囲攻撃となっており、範囲内の敵最大5人に対して攻撃力分のダメージを与えるものになっています。性能としてはコストが3、攻撃倍率は最大 441%、 持続効果はなしとなっています。お世辞にも攻撃倍率が高いとは言えませんが、低コストでスキル回転率に優れます。詳しくは後で触れますが、サブスキルの効果から攻撃倍率に比し火力は高く、雑魚ボスともに使える優秀な攻撃スキルとなっています。強みとしては1、特殊な攻撃バフを持っており、非常に爆発力の高いアタッカーになっていること、2、技術付与により敵の行動を一定間隔で妨害できることの2点となります。1についてはサブスキルの攻撃バフにより非常に爆発力の高いアタッカーになっている点となります。サブスキルの効果として EX スキルを使用するたび攻撃力が増加するのですが、効果時間が無制限かつ最大5回まで重複します。最大までバフが累積した状態では攻撃倍率がそこそこの EX スキルでさえボスに通用するレベルの恐ろしい火力になります。また EX スキルが低コストでスキル回しが容易なこともあり、重ねが消しやすい点も強みとなっています。2についてはノーマルスキルにより亀裂を付与することで敵の行動を妨害できる点となります。効果時間は短いですが、短いスパンで発動するため敵の行動を妨害しやすいです。逆に弱みとしてはお察しの通り、全力を出すまでに時間がかかることになります。今までにもスロースターターのキャラはいましたが、とりわけ全力を出すまでに時間がかかります。そのため短さを求められるバトルには向かないことが辛い点となっています。ということで、次に水着鎧の性能について紹介していきます。役割はストライカー、クラスはアタッカー、ポジションはバック、攻撃タイプは爆発、防御タイプは特殊装甲です。 EX スキルは範囲攻撃となっており、範囲内の敵に攻撃力分のダメージを与えるものになっています。性能としてはコストが4、攻撃倍率は最大 880%、 付属効果はなしとなっています。悪くない攻撃倍率、サブスキルの効果から確率で他目標可能と一見すると優秀なのですが、これは本当に範囲攻撃なのかと疑問を問いかけたくなるほど攻撃範囲が狭いため、使い勝手がいまいちな攻撃スキルとなっています。強みとしては状態異常の一つである補完を付与することに特化したスキル構成になっており、安定感のあるアタッカーになっていることになります。全ての攻撃で補完を付与することが可能で、さらにノーマルスキルとサブスキルで付与できる補完は重複します。また補完による持続ダメージは攻撃力依存となっているのですが、ただでさえ高い攻撃力がパシブスキルでさらに強化されているため、 EX スキルを使わない置物運用でも十二分に火力を出せることが最大の強みとなっています。逆に弱みとしては会心バフとの相性が良くないことになります。大体のアタッカーと基本的に相性の良い会心バフですが、その使用上他などの持続ダメージには会心が乗らないため、置物自体で火力のほとんどを持続ダメージで稼ぐ水着よりのようなタイプは会心バフとの相性に優れません。そのため水着よりをメインアタッカーとして使っていく場合はサポートに配慮するようにしましょう。では性能や環境も踏まえて引くべきかどうかについて話していきたいと思います。結論から先に話しますと、特別な理由がない限りは心を鬼にして全スルーするようにしましょう。どちらのキャラも無難にアタッカーとして活躍してくれる性能になっていますが、性能評価からも分かるようにぶっ壊れとまではいかず、少なくとも白馬のキャラを差しておいてまで絶対引いておくべきキャラではないと断言できます。ただしどちらも限定キャラ、しかも今回が復刻ということになるため、次回いつ復刻となるかは完全に不明です。そのため性能関係なく、このキャラが好きでどうしても引いておきたいという場合は無理をしてでもここで引いておくようにしましょう。はい、水着ひなと水着いおりの性能評価および引くべきかどうかについては以上となります。皆さんの方でもどういったことでもいいので思うことがあればコメントしていただけたら嬉しいです。それでは以上となります。ブルーアーカイブの話題をまとめて動画として投稿していますので、少しでもこの動画をいいと思っていただけたら高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。